ちょっと寄り道。汁が少ない。今肉増しが100円なんだって。やばいな。はい、すいません、いただきます。今クロワックスだ。揚げ山とかまぼこ、めっちゃ出汁が薄い。肉がボリューミーですね。
本当はちょっともうちょっと後の時間に来たかったんですけど、全然違うね、味が。美味しいよ。なんかシャワールームとか。電波弱い。肉のボリュームやばいな、これ。マシマシ。アメリカンドッグとか売ってるんだ、後ろ。今ね、ちょっと終わってきた。今ちょっと休憩なんですよ。あとちょっとしたら片付けだけやってもう終わり。思ったより近かったね、ここ調べたら。ボランティアの合間にご飯食べに来た。すごいね、出汁が薄くてうまい。電波がちょっとあれだね。なんかここの Wi-Fi あるっぽいんだけど、わざわざちょっと。いいね、キャラメルパンケーキ。ちょっとゴミ捨てた。
リカンドッグ。ちょっとマスタードもついてる。あとお水、なんかご当地のお水。スペース的には置けそうですね。邪魔しました。ちょっとね、俺も急いでるね、今ボランティアの合間に来たから。ちょっと写真撮ります。今ねもうちょっと先に来ちゃいました。ちょっと休憩時間があって、ボランティアの暇だから寝ようかなと思ったら、なんか検索したら意外とこう近かったんで先に来ちゃいました。ありがとうございました。ちょっと動画として電波悪くてすいません。YouTuber の方がねやってらっしゃるレトロ自販機です。もしよかったら食べに来てみてください。なんかね出汁が効いててすごい、関東じゃないうどんのそばのつゆでした。クロワークスベースさんでした。ありがとうございました。失礼します。またボランティア終わったら配信します。ありがとうございました。